はい、本日が11月18日火曜日、はい、ただいまの時間が午後9時を回ったところです。本日のお相手は私佐藤博之と制作部の岩本香織です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。めっきりもう秋なんか過ぎた感じだ ね。寒くなりました。外を歩くと、はい、昼間ね日光が当たってるところはまあまあそうですね、まだまだいいけど日陰入ろうもんなら朝と夜の寒さ結構かかる。朝方とか寒くて本当に布団から出れない。そうね。でもそう、うちこたつないんですよ。あ、はい、こたつやったら絶対そこから動かなくなってわかります。寝て喉カラカラになってカラスっていう風に思ってるから。大変なことになりますからね。そうそうそう、こたつね。でもこたついいなと思って、最近のこたつ調べたら、はい、結構なんつうの、昔ってさ、やっぱこう出ててその天板からちょっと出てて、はい、ガッと足に当たったりとか、ですね、あとなんだろう、そこだけあったかいからさ、その真下だとなんか低温やけど見たくなるみたいなとかさ、あるじゃない。最近のみたいなこうフラットパネルって言って、その天板の部分全部があったかいんだ。あったかい。へえ。しかもそれはなんだっけな、光らないんだって。暗いんだって開けても。それでもつけっぱなしにしちゃいません。でもちゃんとそれでサーモセンサーがついてて、人体のセンサーがついてて、中で例えば1時間以上全く動かなかったら消えるとか。すごい、そういうセンサーになってるんだって。最先端。びっくりしちゃった今のこたつって。しかもあったかいんだって。あったかい、結構、しかも省エネで1時間どのぐらいだったかな、なんかそんなにエアコンの2分の1か3分の1かみたいな。いいですね。1時間つけっぱにしたとしたらね、その中にそのサーモスタットがついてたりとか省エネがついてたりするからエコなんだって。かなりいいですね。ね、エアコンずっとつけっぱだとね、喉も乾燥する、乾燥するしさ、そうそうそう、理にかなってんだよね。すごい。そうだからこたつか、どうしようかなっつって。寝ちゃいますか。家こたつですか。こたつじゃないの実家にもこたつないです。あ、そうなの。珍しいね。ストーブなので。そう、あれ実家どこ。実家北海道札幌です。そうか、北海道じゃもうこたつじゃ意味ないよね。いや、こたつのとこもありますけど、うちの親も絶対 100% うちの家族みんなそこに寝ちゃうので、ストーブにしてね。ストーブにして。ストーブでさ、なんだろう、各部屋にちゃんとしたストーブがあるわけ。うちの家はリビングに大きいストーブがあって、うん、あ、それぞれのところにこうちっちゃい暖房みたいなのがある、ね、ストーブと連携してる暖房があって。ストーブと連携してる。あの、お湯の循環で温めるやつなんですけど、ストーブを、まあ、上だけ、うちは、うん、あの、うちの家ではそう呼んでるんですけど、リビングだけにするか、うん、各部屋だけにするっていうのもどっちかできるんですよ。それなので、こうリビングに誰もいなくって、でも各部屋にいる時とかは夜、うん、部屋の分だけつけるとか。それで一括管理なの、その部屋で。部屋でも調整はできます。ただつけるつけないはそのストーブで管理してるので。この部屋も今日はいいから消すってこともできる。そうです、あの、一番小さくして消すっていうのは。なるほどね。温度調節はできる。でもさ、夜寝るときは消すんでしょ。本当に寒いときはちっちゃくしたままつけてきます。あ、ストーブはさすがに消しますけど。ん、ストーブと今のは違うんだっけ。あ、それぞれの部屋の暖房は一番小さくしてとか、うん、私は結構ガンガンつけますけど、ね、寒がりなんです。そうなんだ。え、お湯の循環でってことはさ、え、あんまり温まりが早くない、ゆっくり温まりじゃん。そうですね、割とそんなもんだと。オイルヒーターに近いのかな、わかんない。使ったこと、俺も使ったことないんだけどオイルヒーターはその火傷しないとかさ、あります、ね、空気を汚さないとか言うんだけど、時間かかるもんね、あれね。エアコンも時間かかるなって。空気なんかね、今自分の家がエアコンになって。あと足元は大丈夫なやつ。全然大丈夫なやつでしょ。なんかさ、立つトイレとかに行こうと思って立つとさ、あれあったかいと思って、あれこんなあったかいのと思って、で座るとめっちゃ寒いじゃない。扇風機かけるといいらしいんですよ。そうね、こう循環させてね、かけて。なんかサーキュレーターでも買おうかな。なんか床にはね、その電気カーペットを敷いてるんだけど、なんか上もかけて下もだとなんかもったいない気がしちゃって、僕はあんまかけないんですけど、嫁さんの方は結構寒いですね。そうそうそう、子供生まれたから、子供がいる部屋はだいたい25度とかにしなきゃいけないんだって。あ、そういうもんなんですね。常に大変だなと思って。結構25度って高
高いですよね。そうそうそう、結構高いね。だって病院にずっとお見舞い行ってたけど、病院でその妊婦さんの風呂は、はい、新生児とかの風呂は暑いもん。合わせて調節する。そう、半袖でもいいぐらいな感じ。そんなに。だから今日退院したんだけど、子供がしたらもうね、自分出た瞬間もう寒そうな顔してる。ああ、初めてのこの寒さの。はい。やべやべ、すげえもう時間過ぎてる。こんなことしたら今日いっぱいいろんな ね、公演情報言えるかと思ったらまた言えなくなっちゃう。じゃあちょっと行きたいと思います。まずはこちらです。じゃん。キャラメルボックス2014クリスマスツアーブリザードミュージック、こちらはですね、神戸公演がもう間もなく始まるということで、楽しい末です。11月22日土曜日から27日木曜日まで新神戸オリエンタル劇場で上演されます。こちらは今どんな状況でしょうか。はい、はい、11月23日日曜日、はい、13時のお昼の会ですね、はい、こちらがもうかなり本当にかなり混み合ってきています。もう、まあ、2回後方から3回になるかなっていうぐらい混んできています。はい、ただその夜の会でしたりとか、はい、まあ、平日25日火曜日の夜の会はまだまだいいお席でご案内できるかなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、この今日稽古が全部上がって、そうなんです、荷物を作って、荷物を積みましたね、こう送り出したみたいな感じなんでね、はい、いよいよ神戸に乗り込むと。神戸の冬も寒いんだ。あ、そうなんですね。やっぱり結構その海と山が、ね、南に行けば海で北に行けば山があって、どっちからも寒い。あ、そうなんだ。そうそうそう、神戸の皆さん寒いでしょうけども、こちらの方ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。続きまして東京公演です。はい、東京公演は12月5日金曜日から25日木曜日まで池袋にありますサンシャイン劇場で上演されます。それと同時にこちらもやります。ギャン。キャラメルボックスアラカルト、太陽のトゲ、彼はなぜ彼女を残して旅立ったのだろう。こちらがですね、12月10日水曜日から、12月24日水曜日まで、はい、池袋サンシャイン劇場でそれぞれ上演されます。こちら2作品、はい、東京公演ありますが、どんな状況でしょうか。はい、先週も同じ感じだったと思うんですが、はい、12月13日土曜日は13時が、はい、13時が太陽のトゲ、そう、はい、で18時がブリザードミュージックなんですが、はい、こちら両方ともなかなかに混み合ってきております。うん、はい、ですが他のお席はまだまだいいお席がね、準備できるかなと思います。はい、ぜひよろしくお願いします。平日はまだまだ大丈夫だと思いますので、はい、僕ブリザードミュージックまだちょっと見られてなくてですね。そうなんですね。お稽古も結局見られなくて見ちゃいました。じゃあよかった、懐かしいよね、もう13年ぶり。そうです、ね、キャラメル入る前に見た作品です。いい作品だった。キャラメル入る前年じゃない、2年前だ、いいやつ。まあこれはいいとしていいとして太陽の時計、そうですね、もう稽古座絶賛稽古中ですけれども、はい、どうですか、主役でね頑張っておりますよ。なかなかもうその勇姿だけでも見るだけでもね、かっこいいですよ梶本君。あ、本当ですか。うん、でもね、やっぱ久松さんがいいですね。客演で来てくださる久松さん、いい、いいですか、いいですね、味が、はい、こんな感じで、なんか最後の方とかグッときますよね。はい、なんかまあちょっとテイストがね、こちらはもうザ・キャラメルボックスの昔ながらの作品で、はい、こちらはあの保坂洋さんという空想組曲の方に本書いていただいたので、まあ、結構味が違う感じになっておりますので、両方宮沢賢治をまあ、題材にしてるんですけども、かなり味付けの違う作品になっておりますので、こちらの方もぜひぜひよろしくお願いいたします。します。続きまして、こちら先週から発表した、はい、ギャン、キャラメルボックス30th Vol.1 クロノス・ジョーンターの伝説、クロノスという作品とパスファインダーという作品、はい、2作品同時上演ということでございまして、大阪公演からお伝えしたいと思います。大阪公演が2015年2月21日土曜日から25日水曜日までサンケイホールブリーゼで行われます。はい、続きまして東京公演です。東京公演は、3月6日金曜日から22日日曜日まで池袋サンシャイン劇場で上演されます。はい、こちらの前売り開始が両方とも12月20日土曜日午前10時からとなっております。はい、懐かしいですね。僕入って何年目だろう、3年目。あ、そうなんですね。作品かな、すごく印象に、はい、残ってます。はい、僕は同じクロノスという作品に出ます。はい、同じ役かどうかは内緒です。パスファインダーは新しいストーリー。そうですね、まだ
クロノス・ジョンタが2作品どういう風に使われるか、まあ、クロノス見た方は知ってると思いますけどパソコンフィンダーどういう風になってるか、そうですね、ぜひぜひお楽しみにしてください。よろしくお願いします。続きまして、はい、先週言えなかったこちらですね、じゃん、キャラメルボックス俳優教室2014年度卒業公演、サンタクロースが歌ってくれた、こちらがですね、はい、12月10日水曜日から14日日曜日まで中野座ポケットで行われます。こちら今年もやってまいりました、俳優教室卒業公演、はい、俳優教室の1期生以来のサンタクロースが歌ってくれた、すごいですね、すごいですね、どうなるんでしょうかね。こちらはですね、 X チームと Y チームと2チームに分かれておりますので、はい、どうかお間違いのないようにこちらの方ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。続いて劇団で100円情報に行きたいと思います。はい、こちらです、じゃん、大内敦夫出演オーパーズボリューム2シップインやボトル、はい、こちらがですね、大阪公演までが終わりまして、今日名古屋公演、そうですね、終わった、終わりましたね名古屋公演が明日11月19日水曜日に14時の回と19時の回が2公演あります、はい、その後にですね、札幌公演があります。札幌公演は11月28日金曜日から30日日曜日まで同心ホールで行われますと、はい、こちらをぜひぜひよろしくお願いいたします。します。そしてこちらですね、じゃあチラシが登場しました、新しくなりました、はい、大森美希子出演水面座第16回公演見えない雲、こちらはですね、12月10日水曜日から16日火曜日までシアタートラムで行われますと、はい、うん、この主人公の子がです、ね、マイク・アリーディの、あの主人公の子ですよ、すごいすごいですねと聞きました。上白石モネさん、ちょっと私は見てないので、モネって読めないよね萌えっていう感じの音ですよ、すごい、どんな作品なの、まあね、原発をモチーフにした作品ということで、うん、ちょっと重そうな話でもありますけれども、はい、こちらの方ぜひぜひよろしくお願いします。ちょっと白くて分かりづらいかもしれません。そうですね、はい、よろしくお願いします。あ、チラシの音です、今音声の方すいません、はい、はい、じゃあ最後こちらですね、じゃん、岡田達也出演世襲戦隊家族マン、こちらがですね、12月19日金曜日から28日日曜日まで、赤坂レッドシアターで行われます。こちらの方よろしくお願いします、はい、よし、今日は全部言えたぜ最初の方に結構無駄話無駄話っていうのがあるした割には、はい、はい、あと残り1分ぐらいなんですけども、はい、さっきね、そう、子供の話したんですけど、はい、退院ね、しましたって話して、はい、その話でね、僕ね、あの区役所に行って出生届出してきました。で、名前を付けたので発表したいと思います。じゃん、命名カズマ、カズマ君、佐藤カズマと申します、平和の和に本州の州、そして馬ですね、この3文字でカズマと言います、はい、こちらの方どうぞ以後お見知りおきをということでよろしくお願いいたしますということで本当にお時間となってしまいました、はい、ただ名前を発表しただけです、はい、いずれここに連れてこられたらあんなことはねえないやいやいや、ぜひぜひ思っておりますので皆さんよろしくお願いします、はい、というわけでお時間となりました。こちらの放送は来週月曜日には更新される予定です。それでは皆さん、また来週、バッハハーイ。はい、ここからはキャラメルボックス PV をご覧の皆様のおまけコーナーです。はい、まあ、子供に名前がつきましてですね、ようやく、ようやくカズマです、ね、これ出してるの恥ずかしいんだよそんなそんなね、なんか提出すると、ああ、って思いますね。あ、そうですか、うん、なんとなくこう、名前を出生届に書くまではまあ一応ほぼ決まってたんですよ、名前は。あ、そうなんですね、うん、ちびすけとかちびとか呼んでましたねはい、それやっと名前になりまして、はい、はい、だからもう、あの、お七夜なんていうの、お七夜でいいのかな、その、生まれてから7日目の日に、はい、その、名前をつけるのが一応日本の古い式なので、はい、まあ、本当はその家に親戚とかを招いて、うんうん、まあ、いわゆるその宴ホームパーティーみたいなのをして、そこで発表するみたいな、その妊婦さんというか奥さん、産んだ奥さんがあんまり外とか出ると体に良くないから家でちょっと小さくやりましょうっていうので始まったらしいんですけど、で一応その出生届は今日だったんですけど、はい、一応その出生届に書いたのは16日
生まれてから7日目、うん、7日、10日に生まれましたので、はい、10、11、12、13、14、16日そう、はい、書いて超緊張した。なんかもうネットとか見ながらさ、合ってるかなとか。あ、大丈夫でした？大丈夫でした。今日区役所に行って一箇所だけ、大体普通ね平成で書くんですよ。平成とか、あ、昭和とか平成とか、はい、一箇所だけ欄がなかったから西暦で書いちゃったと思って、やべえと思って聞きに行って、これここだけ西暦で書いちゃったんですけど大丈夫ですか？大丈夫ですよって言われて、よかった、今日のうちに届けてきて。でもまあもっと早く手続き終わるかなと思ったら1時間以上そんなにかかるもん。そうなのよ、大変なのよ。出生届出した後に、はい、僕の健康保険の扶養に入れなきゃいけない、はいはいはい、健康保険ないと病院行けないでしょ。そうですね、まあ、行ってもいいんだけど全部 100% の自由診療になっちゃうから入れて、はい、あと児童手当の手当、児童手当って多分僕らの頃なかったんだとは思うんだけど今あるんですよ。すごい、ね、それもね、はい、あの出生届も生まれてから14日以内にその届けてないとダメなんだけど、はい、その児童手当も14日以内にやるのとダメ、まあ、ダメっていうか14日過ぎちゃうとその月がもらえなくなる可能性がある。あ、なるほどなるほど。そう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 、もったいないでしょ。だからもし生まれた方はですね、すぐに来いってどんどん、そう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 、いろいろ手続きを、その手続きするのはもう旦那さんの役目だと思うからねいやもうめんどくさいでしょ、引っ越した時とかさ、なんか住民票を移して、そう、なんだろう、俺のなんか保険証から住所変わったからなんだけどなんでしょ、で免許証も変えなきゃいけないでしょ、うんうん、いろんなところにこう変えましたって言わなきゃいけないでしょ、大変なんですよで最初はさ、その住所の転送届を郵便局にしてさ、はいはい、来た人に対しては変わりましたって言わなきゃいけないじゃない、はい、そうだね、ちゃんとやらない人もいるじゃない。俺引っ越した時、今のうちはないけど、うん、前の一人暮らしの時って引っ越した時は1年ぐらいは多分前の人なんだろうね、住んでた人の郵便が来てて。私も今来ます。来るでしょ、まだ来ます。それどうしてんの？なんか一応勝手に捨てちゃダメらしい。そうなんだよね。のでこうタイミングを見て郵便局に持っていこうと思ってる思ってるけれどもけれどもまだ持ててない。まだちょっと付けの端に溜まっていく。あのさすぐそこ郵便局じゃん持ってくればいいんじゃないの？あ、こっちに。あ、それもそうですね。だって別にいいでしょ、どこの郵便局でも。すいませんってこれうち今ここの管轄じゃないかもしれないですけど、 うちじゃないんでって言えばいいんじゃない？ダメなのかな。わざわざね、その自分家の近くの郵便局だってさ、その駅と反対かもしれないしさ。私歩いて3分ぐらいのところに、あ、じゃあ行きなよ。24時間やってる郵便局が。え、そんなのあんの？あの郵便に関しては24時間やってるって、夜間窓口みたいなのがあるんです。人もいるってこと？人はいるんです。まあ、閉まってて、こう、うん、ベルを鳴らすと出てきてくださる。あ、ちょい、行きなよ3分でしょ。3分ぐらいで買い物行きがてらとか行けばいいじゃん。でもどのぐらい食べたの、期間的には。こっち来てからですよね。うん、4月もう食べたね、半年以上食べましたねで、こう、気づいてほしいなと思って、こう一応、岩本って貼ってあるんですよ、うんうんね、でもほら、同居人かと思うかもしれない、ね、そうなんです、郵便局の人は同棲してる人かも。だからあるでしょ。だから行った方がいいよ。そろそろ持ってかないとな。持ってます。持ってきます。なるほどね。皆さんもこうそういう郵便が違う郵便が来た場合はね、なるべく早く郵便局に届けてあげると郵便局の方もすぐ分かると思いますので、はい、これ配達のこれが無駄になっちゃう。そうですよね。なんか一応 DM しか来ないので。あ、一応ね、まずはそうだよね。なんか変な手紙来たら困るよね。なんか。重要書類とか来たら困る、怖いもんね。そういうことやってくださいなんかそんなこと話したら時間になっちゃったよ。はいまあこれからあの寒くなりますので、はい、皆さん風邪には十分お気をつけください。そしてこの明日から始まる、明日じゃない、22日から始まるブリザードミュージックね。そして12月そこから始まる太陽の棘もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。というわけでお時間となりました。こちらの放送は来週月曜日には更新される予定です。それでは皆さん、また来週、さようなら。